航空写真柏崎刈羽原子力発電所は、新潟県の柏崎市と刈羽郡刈羽村にまたがる、東京電力ホールディングスの原子力発電所。略称は KK。1号機から7号機までの7機の原子炉を有し、合計出力は821万2 0 0 0ットで、ある。1997年7月2日に7号機が、 営業運転を開始したことで、それまで最大だった、カナダのブルース原子力発電所の出力を抜き、世界最大の原子力発電所となった。発電された電気は、新新型潟幹線及び南新潟幹線の2、系統の各々50万ボルト送電により、一旦、群馬県の西群馬海平所に収容され、そこから、山梨県を経て、首都圏に送電される。 東京電力ホールディングスはその事業地域内に原子力発電所を有しない電力会社であり、この発電所が所在する新潟県は東北電力の事業地域である。両社の協定に基づき、この電力の一部は東北電力に供給される。柏崎刈羽原子力発電所から群馬県の西群馬海兵所までの2系統の送電線のうち、 1993年に竣工した南新潟幹線は技術的に100万ボルトでの交流送電が可能な構造となっており当初の計画ではすでに100万ボルトでの交流送電が開始されていたはずであったしかし電磁波の影響を懸念する沿線地域が計画に反対しているため日本初の100万ボルト送電計画は未だ実現しておらず その目処も立っていない。同じ電力を送電するのに電圧を上げるとそれに、反比例して電流は小さくなるので、現在は50万ボルトで送電しているが、100万ボルトで送電すれば、送電損失が1、4になる。需要の増大に比例して電圧は上昇しており、20年で2倍程度に、昇圧する傾向があると言われている。 次第に100万ボルト急送電は一般化すると考えられており、電気の需要を含めて諸外国に対しての技術的地帯が懸念されている。2007年の新潟県中越沖地震発生時、稼働するすべての原子炉は自動停止した。3号機のすぐ横の変圧器からの火災は地震発生から2時間後に沈下した。この詳細とその後の状況を記す。 1990年以降に、柏崎原発 30km 圏内で起きた、地震の震源マップ地震直後2007年7月16日10時13分頃に、新潟県中越沖を震源とする新潟県、中越沖地震が起こった。最大で993ガールを観測し、柏崎刈羽原子力発電所内の運転中の、すべての原子炉は緊急停止した。 ただし運転を管理する中央制御室では数十秒間にわたり続く揺れのために景気の確認ができない状況であった。第一運転管理部長は校内を自動車で移動中に地震発生3号北手屋からの発煙を発見、運転中の前期がスクラムしたと校内 PHS で確認。 3号機すぐ横の変圧器から出荷を確認、炎症の可能性はないと判断して、初期消火を他の職員に任せ、スクラム後の対応に全力を傾けるべきとして、緊急事態作室のある事務所建物へ移動。ところが緊急事態作室入り口ドアの枠が歪んで、ドアが開かなくなったために室内に入れず、駐車場にホワイトボード4から5枚を引き出して、 校内 PHS で連絡を取り続けた。3号機近くの変圧器火災の沈下の過程すべての運転中の炉の中央制御室では多くのアラームが鳴り続け、職員が対応に追われていた。3号機中央制御室でも100近くの異常を示すアラームに対応するために当直長ら5人の運転職員らは変圧器火災の情報が知らされ、 地元消防に通報を試みるが、中央制御室に優先接続電話はなく、電話はつながらなかった。3号機変圧機の火災現場では4人が消火を試みたが、消火栓の水は地震の影響でほとんど出ず、さらに緊急用の軽トラック搭載消火ポンプは失念していたという。自衛消防隊の招集も忘れていた。 この時点で駐車場の第一運転管理部長は消火はできないという連絡が入ったため地元の消防を待てと指示した。周辺住民は外部からの携帯電話等の情報で発電所火災を知った。発電所から地元刈羽村への連絡は地震発生から1時間以上経ってもなかった。新潟県庁にも詳しい情報は伝えられなかった。 各自治体へ伝えられていた環境放射線の測定データも地震直後から途絶えていた。新潟県知事は最悪の場合を考え、地元自治体と住民避難の相談を始めていた。地震発生から約2時間後の12時10分、非番からの補修で原発へ駆けつけた5人の地元消防の手で3号機変圧機の火災は消し止められた。 炉心の冷却第一運転管理部長は3号機と4号機の炉心をスクラム後に冷やす2つの装置のうちの片方が停止していて1つの装置で2つを冷やすことの判断を迫られた3号機当直長は午後4時内外気圧の差圧以上の原因が判明3号機縦屋壁面のブローアウトパネルが脱落していたことすぐには 建屋の機密を戻せないこと、などを知らされ仮緊急対策本部の第一、運転管理部長へ報告。同部長は、炉心冷却を3号機優先と決定した。この時、6号機建屋内で、微量の放射性の水の漏えいが発見された。本来、放射性物質を扱わないフロアでの発見に3回に、渡る試験と調査が繰り返され、 漏洩発見から6時間後に、道部町へ、やはり放射性の水の漏洩であることが報告された。これは、後に、上の木座橋のプールの水が、地震の揺れでこぼれたものが配線の隙間穴から海下へ流れたものであることが判明し、その一部は外部へ排水されたと分かった。翌日の朝6時54分に、すべての炉心の冷却を終えて、安全な状態になった。 この地震では、柏崎市で、震度6強を観測したため、運転を行っていた2、3、4、7号機は、自動で緊急停止した。原子炉、冷却用冷媒等の重要な機構からの外部への、放射性物質の流出は確認されていない。また、3号機建屋外部にあるの初内変圧器から、出火したが、地震から1時間57分後の12時10分に、 沈下が確認されている。その他、低レベル放射性廃棄物の入ったドラム缶400本が倒れた。うち39本のドラム缶は、蓋が開いており、床の1箇所で、微量の放射性物質汚染が確認された。6号機の原子炉建物内において、鉄製クレーンの駆動部が損傷していたことも分かった。施設内部は、 地震発生から5日後の7月21日には、報道機関などに立ち入りが許可され、公開された。IAEA、e、による調査国際原子力機関のモハメド・エル・バラダイ事務局長は、地震発生後に調査協力の用意があると表明。日本政府は IAEA に調査団の受け入れを当面見送る意向を伝えたが、 水田博彦新潟県知事は7月21日 IAEA、e、の調査が必要だとの考えを表明。原子力安全保安院は IAEA、e、の調査を受け入れると7月22日に発表した。8月14日に IAEA、e、は予想より被害は少ないとの報告を行っており、同期間による自己評価レベル0から7までの8段階のうち0である。 設計時の予想を超えた加速度東京電力から発電所本館に設置されている地震計の記録が発表されており、それによると観測された記録は耐震設計時の基準加速度を上回っていた。その後、3号機タービン建屋1階で2058ガル、地下3階で581ガル、3号機原子炉建屋基礎で384。 ガルを観測したとの発表もなされた。柏崎市の緊急使用停止命令こうした地震の影響を受け、相田広市、柏崎市長は、東京電力に対し1から7号機のすべての貯蔵タンクなどを対象として、消防法に基づく緊急使用停止命令を出した。また、経済産業省も同社に対して、耐震安全性が確認できるまで、 原子炉の運転を再開しないよう指示を出した。風評被害の発生今回の地震では、放射性物質の漏れは健康に問題があるとされる、量をはるかに下回っているとされるが、度重なる報道により、観光、漁業、農業などで、買い控えが起きるといった二次的な風評被害が発生している。さらには2007年7月26日から8月まで、秋田、静岡、 千葉の3試合を日本で行う予定だったセリエ A のカターニアは放射性物質の流出を理由に日本遠征を中止した。伊豆田博彦新潟県知事は日本全土が放射能に包まれているような報道が海外でなされサッカークラブの来日中止どころじゃない甚大な風評被害が生じていると語っている。地震後の優先順位は 電源確保が最優先され変電機の火災に対する消火は地震発生時全体に比べ危険度はビビたるものであったがメディアなどで煙を上げる変電機の映像を繰り返し正確さよりも事故の危険性を煽ることを中心とした報道がなされたその後の経過東京電力が保有する他の原子力発電所への影響及び電力供給への影響については 新潟県中越沖地震に対する東京電力の対応も参照のこと。柏崎刈羽原子力発電所周辺の過去1年間の地震の震源分布と地殻変動2011年3月11日の東北地方太平洋沖地震で高さ14から15メートルの津波を被り浸水、原子炉冷却機能が失われた。 福島第一原子力発電所事故の発生を受け、東京電力は本原発において、海抜高さ15メートルの防潮堤を2013年6月までに設置すると発表。1から4号機の防潮堤延長は800メートル以上、5から7号機は500メートル以上となる。合わせて、海抜45メートルの高台に貯水容量2万トンの貯水池を建設した。 2014年3月現在、同原発は1から7号機すべてが定期検査及び新規性基準適合性審査中を理由に停止している状況であり、東京電力は対策工事などを施した後2013年度中の運転再開を目標にしていたが事実上不可能となった。東京電力は福島原発事故の賠償のため、 原子力損害賠償支援機構と策定した特別事業計画の中に2013年度中の再稼働を見込んでいることを明記した。この特別事業計画は2012年4月27日に枝野幸男経済産業大臣に申請され2014年1月15日に経済産業省の認定を受けて正式発表された。市民団体 みんなで決める会は、再稼働の是非について、新潟県での住民投票条例の制定を求める、署名運動を行うため、2012年4月から活動を開始した。2013年7月に、地元新潟県の伊豆田博彦知事と、東京電力の広瀬直樹社長の会談が開かれた。ここで、伊豆田知事は、なぜ再稼働を急いだのか 道路混雑などで、物理的に県民が早急に避難を完了するのは、不可能で、数日に及ぶ車中泊により、被爆量は増大するなどと、具体例を列挙しながら、東京電力の姿勢を批判し、再稼働を容認しない姿勢を示した。会談後の記者会見では、広瀬社長も、難しい。と答えた。これに対し、あまりあきら経済再生担当省は、 知事側が原子力規制委員会に安全性の判断させないと主張している点は誤解があると指摘し原子力規制委員会の田中主日委員長も申請が出されれば粛々と審査していくとし地元自治体との調整については規制委員会では関与しないと述べたその後知事側も再度の会談に向け調整を行っていく考えを示した 2017年12月に原子力規制委員会は6・7号機に対して新基準に対して適合性を示すと発表した。地元合意などを経て東日本大震災後の再稼働へ進む見込みである。東日本大震災大震災後の新規制への適合性について沸騰水型として合格したのは本県が初めてである。 新潟県中越沖地震後の2007年12月5日、東京電力は1981年の東発電所の設置許可申請の時点で長さ 8km と短く評価していた、活断層の長さを新たに 23km と確認されたと発表した。活断層の長さは原子力発電所から海岸線に沿って、 約十一点五キロメートル東北に北上した地点と、発電所から海岸線に沿って、約十一点五キロメートル南西に南下した地点の、両地点間、延長約二十三キロメートルの海岸線をそのまま十八点五キ 18.5km 沖に、平行移動した、長さと位置に相当する。従来のあると考えられていた、長さ八キロメートルの活断層は、柏崎市、椎谷のほぼ、 観音岬沖であり、その発表は、従来の位置と同じだが、長さ 23km に延長されたものであったと、した。二号機以後の設計時に、東京電力では活断層の調査を行ったが、その時には、新潟沖に4本の断層を見つけたとしている。この時には、断層が古く、短いとされて、大地震を起こす、可能性はないと判断された。 鈴木康博は東京電力が集めた79から85年の音波探査データを再分析して今回動いたとされる断層では東京電力の約 7km に対して約 36km と判定した2006年6月島根原子力発電所に関して中国電力が断層はないとしてきた時点で 中田高が活断層を実際に掘り起こすなどの成果によって新しい断層の予想技術が認識されつつある。活集局という地形のもとに断層が潜んでいるというものである。渡辺満丘は2007年9月に地球観測衛星第一の合成解剖レーダーのデータを分析した結果として柏崎刈羽原発は活集局の真上にあるようだと発表した。 ありがとうございます。